久保さんなんか改まっていい感じの動画だったじゃないですか <laughs>。まあ本当におっしゃる通りで、あのまあ僕もそうだったんですけど、やっぱり僕が良かったなと思う部分は、この15年、ね、表でなく裏を見続けてきたっていうのが、あの、すごく良かったなと思います。裏ですね。まあ情報を受け取ってる側のほとんどは、 あー氷山の一角しか見れてないわけですよねうんだけど僕はあの氷山の一角ではなくもうバカでかいところを見てきたっていうところがあるのでまあ,あの稼いでる人はちゃんとやっているし稼いでない人はちょっとまあもちろんテクニカルで稼いでね稼げるっていうのも見てきましただけどすぐ消えます <laughs> すぐ消えるテクニカルで稼いだ人たちっていうのはすぐ消えますで本当にロングで生きてる人っていうのはちゃんとやってます これ以外ないです。ちゃんとやらずしてロングで10年以上持つとかない。だから、10年前にいてる人ってもう僕が知ってる中で、ほぼいないですね、でも。10年前、15年前、まあ15年クラスで。まあもちろんそのステージが変わってやることが変わってちょっと遠のいたっていう人もいるんだけども、うん、なんか会社規模。まあ一つ僕がすごいなと思うのはダイレクト出版さんですね。ずっと変わってないんで。 なんかダイレクト出版さんはもう15年前から僕知ってて、まあ会社、まあ、小川さんのね、代表取締役の小川さんの、あのー、合宿、えー、コピーライティングのセールスレターの合宿だったりとか、メルマガの合宿だったりとか、なんかセミナーとか参加させていただきましたけども、あそこは変わってないですね。もうずっともう淡々とちゃんとやってますね。もうやっぱね、ダン・ケネディの教えがね、 もう身にマインドセットが身についてるし、なんかもうなんか基本が、ね、もう完全に身についてるんですよね。だから15年前に習ったことを未だに言ってるっていう、これすごいなと思う、ね。15年前から変わらないことをしっかり伝え続けてるっていうね。まあ、僕からするとそ、それ、最新の動画見ても、それ聞いたな、みたいなね。<laughs> 未だに言ってるわけですよ。これなんですよ、でも。めちゃくちゃ大事で。 まあそ,うそ,うその小川さんの動画でねあのまあ面白いなと思ったんですけどあの破壊的な言葉ちょっとょ動画ちょっとタイトルパクらせてもらうんですけどちょっとコ、うん、ピペしますあのなんかその知ってるっていうねそれは知ってるよっていうねこれはもう破滅的な言葉だともう知っているってなったらそこから学びはないとな本当にそうで知っているみんなねそんなの知ってるよと だ久保さんも自己アフリートで1億なんですけど、みんな多分自己アフリートなんかじゃあ、誰もが知らない隠れた秘密情報だったのかっていうと、全然違うわけですよ。別にネットビジネスかじってれば自己アフリートなんか情報なんか行き着くはずなんで、別に A8 に登録してセルフバックってこと出てきますしね。か別に、しかも A8 も11年連続 ASP 日本一っていう称号もありますし、もう ASP の中では日本トップクラスなんですよ、有名度は、知名度はね。 なんかそこに登録したらセルフバックあるわけですよ。だから結局その知っているでみんな終わってるんですよね。そう。破滅的な言葉ですよね。これ本当に知っているっていうね。でどうしたっていうね。<laughs> 知っているからいいよっていうね。だからもっと深掘りして横展開してもっとそのなんだろうな、そこから学びを得るというか、そのもっとどうかできないかなとか、知っているだけで意味がお金にならないですからね。うーん。 で、あと知らない、まあ知っているもダメだし、知らないのもダメだし、その知らないのもダメっていうのは何かっていうと裏の部分ですね。ただこの裏の部分っていうのは、あんまり表に出てこないので、結局自分でやるしかないんですよ裏、裏の部分っていうのは。だってあなたの作業って誰かがこう見てるんですかずっと。ネットビジネスで今日ブログ書きましたって誰かが見てますか見てないですよ。誰か監視してるんですか誰も見てくれてないんですよ。だから、その裏の部分っていうのは自分でやって、 そのね、久保さんも、いろいろあったと思いますよ。ね。あの、今はもう動画撮るのもあれかもしれないですけども、なんかセールスしてるとか、してるときとか、売れっかなみたいな。あれ、反応薄いぞ、とかね。<laughs> なんか心の中で思ってたでしょ多分セミナーやりながら。あれ、ちょっと今日遅いなと。大丈夫っすかみたいな。手を挙げてください、みたいなね。やってたでしょ。<laughs> 心の内はね、闇なんですよ。<laughs> 大丈夫かな借金返せっかなみたいな。 裏んとあかんとかね。そ自分しかわかんないですからね、その裏の部分っていうのは。うんまあでも、僕と久保さんは結構、やっていることに関しては結構表面上に、ね、動画本数として出してるのでわかりやすいと思いますけども、それでも見ないですからね。それでもね、はっきり言いますけど、僕と久保さんになぜそのお問い合わせすんのっていう、何を見てるのって、ね、久保さん、思いません これだけやってる、やっているところを動画で見せてる人ってまあまあいなくないですかで、こんな僕たちにその質問をするかと。何を見てるんだと。だから結局見てるところってここしかないですよ。自由な生活をしているみたいなね。羨ましいなしか見てないですよ。いやいや、やってるよと。はっきり言って。うん なんでそこを、じゃあ2万、僕だったら2万本以上、一般公開でも交換し,してるわけですし、YouTube で吉谷拓郎で検索すれば、ある3、4マガジンに出てくるし、2万本って出てきますよ、数字。じゃあ、あなた2万本やったんですかと。じゃあ、そこは何のどうなんですかっていう。そこはやりたいですかやりたくないですかいや、それはちょっと、なんか、ないですか久保さん。みたいなね <laughs>。じゃあ、違うところに行けよっていうね <laughs>。じゃあ、違うところに行けよと <laughs>。 こんだけやってる人から何を教わろうとしてるんだと。ね <laughs>。場違いもいいとこだと。ね。だからこれから僕はもう、そういう人ができるだけ申し訳ないけど来ないように、もうめちゃくちゃ発信してありますけどね。いや、こんだけ見せてもわからんのと。いや、じゃあそういう情報を探してるんだったら、申し訳ないけど他行ってくれと。別に、別に僕以外でもいっぱい発信してるし、いろんな稼ぐ情報あるわけですから、そっち行けばいいじゃないですか。騙し、でもそれ、されても知らんと。 別に。それはあなたの人生だと。僕が教えることは、やるべきことをただやるだけです。単純に。稼ぎたいんだったらやるべき。ちゃんと学んでちゃんとやる。これだけです。稼ぎたいんだったら人生変えたいんだったら、ちゃんと学んでちゃんとやる。これだけです。これ以外ないですよ。これ以外人生を変える方法ありませんよ。ちゃんと学んでちゃんとやる。これがもう、あの、堅実的で、もう間違いない。この唯一の方法ですよ。これ以外ないです。 で、それ、これ以外がある、まあ、あるのも知ってるんだけど、それは、うん、可能性は低いです。<laughs> じゃあ、仮想通貨あるじゃないですか。ねどうすか当たった人もいるでしょうね。何かの仮想通貨買って。でも、その確率ってどうなんですかと。その確率を追うんだったらそ、そっちの確率いけばいいじゃないですか。<laughs> 僕はすいません。仮想通貨1個も買ってないですから。1個もです。これからも買う予定ないです。まあ、考え方が変わるかもしれないですけどね。 お金の余剰資金が出て、資金量にゆたりが出て、遊びのお金が増えてきたら、じゃあちょっと遊びでね、動画のネタとしてちょっと買ってみるかなってのがあるかもしれないけど、今現状としては、消えてもいい金っていうのは1円もないので、今僕は現状としてね。だから余剰資金が、あのー、本当にある程度できれば、あーまあ、投資もやりますし、まあ、仮想図かわかんないですけど、まあ、動画のネタとしてやるかもしれないですね。うん、アクセスは引っ張れるんで、それは知ってるからね。そう。 まあ、とりあえずねあの、僕がおすすめするのは久保さんもそうでしたけど、お金がないんであるならば、しっかりとやっぱコンテンツビジネスをマスターする、情報ビジネスをマスターして、軍資金作ってから、まあ、そういう余剰資金でやればいいと思います。余剰資金も作れないやつが、うーんそういう儲け話に手を出すほどリスキーなものはないと思います。そう,うリスクを考えてないですよね。 いいいとこしかか見てななんですよだから今回の中国のね、あの第2のリーマンショックみたいなニュースでバンバンやってますけど、あれもね、あそこの会社のいいとこしか見てないわけですよ。だからそうなるわけじゃないですか。この会社なら大丈夫。しまいにはね、なんか、あのなんか、あそこのビルに並んでね、詐欺だ返せ言うてるわけですよ。どういうことやねんと。 いや、詐欺でもなんでもないじゃないですか。ちゃんとした会社でしょ。あんだけでかいのに、何が詐欺、いや、いや詐欺会社がね、あんなでかくなりますか。何兆円の利益を出せるんですか。もう、あの利益はやばいですよ。まあ、今回ね、マイナス負債33兆円になってますけど、その前はすげえ利益出してるわけじゃないですか。ねいやいや、どっかで潰れてるでしょ、まあ、本当、架空の会社だったらどっかいなくなってるでしょと。ビルもあるよと。実物あるやんと。<laughs> 本当の詐欺っていうのは実物ないですからね。何も商品もないみたいなね。実物も何もないわけですよ。おばあちゃんみたいな。俺だよ俺みたいな。いや、お前息子ちゃうやんと思ってね。本当の詐欺ってもう何もないわけじゃないですか。でも,もうビルもあるしね。もう事業も展開してたし。それだけど詐欺だ言うてね。あの会社もひとたまりもないですよね。かわいそうだな,なと思いますけどね。<laughs> まあよくわかんないですけど。うーん だからまあ要は一部しか見てないってとこです、本当に。うん。はい。都合のいいとこしか見ないです、みんな。だって、都合のいいとこだけ見た方がいいでしょ行ってらっしゃい。